キリクよ、三年もの荒行によくぞ耐え抜いた。はい。一つわしと手合わせしてみるとしようか。正式な立ち合いという意味ですね。ぜひお願いします。どうした、遠慮はいらぬ、打ち込んでこい。はい師匠。いやせい。腕を上げたな、滅法魂の伝承者にふさわしい技量よ。キリク、お主の心には影が宿っておる。心せよ。その影をのさばらせるならば、内なる邪気と共鳴し、瞬く間にお主の心は食い尽くされてしまうだろう。影を克服するのじゃ。邪気を制する法は授けた。あとはお主の心次第。はい。キリクよ、これが最後の修行となるだろう。全ての元凶であるソウルエッジを封印し、内なる邪気を浄化するのだ。はい。西を目指せ。遥か西の地に、巨大な災いの中心にソウルエッジの持ち主が待っておる。このわしがそうであったように、お主も生きねばならんのだ。